ギミリオの、教会過去一、教会過去一、または、聖堂過去一は、フランス、ブルターニュ・バスブルターニュ地方の特徴的な、宗教建築。そのほとんどが16世紀から17世紀の間に、建設されている。この時代にアマおよびアサの貿易によって、ブルターニュが、経済的な繁栄を迎えていたのが、その理由である。資産の教会過去一にある、 外専門こうした過去一の建設が頂点に達したのは16世紀から17世紀である。大都市の中心部から離れて立地し、そのため庶民の芸術あるいは教区的な芸術とみなされることが多いこれらの作品は地域の文化に深く根ざす一方で、当時のブルトン人同様に外部からの影響を広く受けたものでもある。最も見事なものはフィニステール県のレオン地方南部と、 コれはイユ地方北部で見られる。境界過去一の黄金時代は、ブルトン人が国際的な海運業で非常に大きく成長した時代と一致している。世界中の港では、ブルトン人の商船がよく見られた。16世紀から17世紀初頭に、ブルトン語は現在の英語と同様に、ほとんど国際的な商業言語となっていた。船による航海では、 マとサが大量に必要とされた。マとサが栽培され、布に折り上げられ、マフが売買されたレオンやコルネアイユ地方では、従って波外れた富を生み出す時代を経験し、栽培及びアーザブ貿易の県内では、境界過去一の建設が可能になった。最も美しい過去一を持とうとして、どの村も隣の村と競い合った。ブルトン語作家、フロリアン・デュロアが述べている。 距離にして、ほんの2キロメートルか3キロメートルしか離れていない、ギミリオとランギミリオのケースがその例である。プール間の競争意識は、豊穣な発展を見た。四半世紀の間、泉、卓形像、教会の説教団、礼拝行信用の十字架の出来が争われた。サンテゴネックとギミリオの教会施設管理者は、同じ時期に、前者は外専門、後者は町の住民たちが、 ユグノを戦争中に目にした騎兵とランツクネヒトを排して150以上の人物像を彫り込んだ卓形像を発注した。サンテゴネックはこの直後追い抜かれまいとして二人の強盗を彫った複数の十字架像を発注し、プレバンは十字架をいただいたモニュメンタルな玄関ポーチを発注した。そこでギミリオは 洗霊堂、パイプオルガンの外装箱、誰も見たこともないような説教団を望んだ。いい種だ。これに対して、サンテゴネックは、ローマのサンピエトロ大聖堂にも、ふさわしいような説教団、モルレーの彫刻家レスペニオールによる、キリスト前創造で対抗した。この人座と離れた参観の小教区は等しく、競争心で燃え上がり、死産は、外戦門を、コマナとボディリスは、 見事な玄関ポーチを手に入れることとなった。1695年、王の直令によって、不必要な教会過去位置の建設を含む、新たな宗教建築の建設が禁止された。ベリアン、教会過去位置のかまちこまな、聖アンナのついたてサンティゴネックの納骨堂、教会過去位置は、バスブルターニュ地方で、典型的に見られる壁で囲まれた、宗教建築である。 13世紀から、あるサンイコールシュリアックの境界過去位置のように、オートイコールブルターニュ地方にもいくつか境界過去位置が見られる。最も有名な境界過去位置は、フィニステール県に集まっている。ランディビジオやランデルノーの間のエロルン川谷では、いくつかの美しい境界を訪れることができる。境界過去位置は少なくとも、以下の8つの要素のうち5つを備えていなければ、ならない。 また、境界過去位置を指定する対象となる、いくつかの建築物がある。一般的に、境界過去位置の多様な入り口は、踏み段で遮られ、宝石をまたいで入らなければならない。この宝石は、家畜が神聖なる、過去位置、特に墓地内に侵入するのを防ぐ目的から、設計されていた。こうした、予防措置は、常に外に開けていて出入りできる張り出し玄関にもあった。 階段を歩いて上がり、小さな壁を乗り越え、階段を歩いて下るのである。過去位置は、動物の侵入から上手に守られていた。プルネウールメネズの境界過去位置は、こうした特徴を明らかに備えている。初期の境界過去位置は草地で、場合によってはいくらか木が植えられており、木材を売った収入は小教区に収められていた。また、祝祭の期間には、 小教区の製造所が店を開くことを許され、行商人が支払う手数料の恩恵を受けていた。死者は、教会内に、それも最も人々に、人気のある祭壇のそばに埋葬された。教会の土地は、新たな死者を埋葬するには狭く、亡くなって久しい死者の遺骨は掘り出され納骨堂に、収める必要があった。1719年、ブルターニコ道法院は、 教会内での埋葬を禁じた。たとえ制度付け主任司祭が禁止措置に従うのが難しくても、徐々に教会の外、過去位の中に埋葬するよう監修は変わっていった。ブルターニュ最古のカルベールである、トロノエンのカルベールグエヌーの境界過去位ありがとうございます。